皆さんこんばんは。僕は小学生子供2人を育てるシングルファザー。ご飯何？それしか言えんのか。ふりかけご飯。何作って？今日はふりかけご飯です。何です？超適当に作るわ。そしたらじゃあ作って。はい、ご注文受けたわりました。迅速に戦闘服に着替え、マッスルことはそうムキムキになれるドリンクの摂取。最近これが楽しみかも。うまい。もう今日は鍋の上で作ってしまえ。豚こま切れ肉を投入し、酒、塩コショウ入れ、もみもみしたら片栗粉をダイブさせ、またもみもみする。そして均等に丸めたら空いてるスペースにサラダ油を入れ、火をつけたらもうゴールは目前。全体に焼き色がついたら蓋をして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。最後に余分な油を拭き取って、酒、みりん、醤油、コチュジャン、ニンニクを入れ絡めたら完成。最後までご視聴ありがとうございました。